昭和電力株式会社は昭和戦前期に存在した日本の電力会社である。当時の大手電力会社大道電力の合計会社にあたる。1926年設立。富山県から大阪府へ至る約 300km の長距離送電線を保有し、北陸地方にある発電所の発生電力を大消費地である関西地方へと送電した。 発電事業も兼営しており、北陸の小川水系及び崩流川水系にて、電源開発を手掛けた。1939年に、日本発送電へと合併され消滅した。大道電力所在社長、福沢桃介大道電力、第二代社長、昭和電力所在社長、増田次郎1919年10月、第一次世界大戦を契機とする。 電力需要の急増に伴って深刻な電力不足に苦しむ関西地方へ電力を供給するべく3つの事業計画が相次いで事業許可を取得した。関西の電力会社宇治川電機の関係者が計画した日本電力、同じく関西の大阪電灯、京都電灯関係者らが計画した日本水力。 京阪電気鉄道と基礎川開発を手掛ける基礎電気工業が設立した大阪送電がそれである。この3社のうち日本水力は北陸から関西にかけての地域で水力開発を行いその発生電力を大阪電灯、京都電灯両社に供給するという計画を立て、富山県から石川県、福井県を経て京都、大阪へと至る長距離送電線の建設許可を得た。 会社設立後、第1期事業として、福井県九ず川水系の開発、第2期事業として、富山県小川水系の開発を手掛けることとなり、第1段階として発電所のほか福井県から、大阪府に新設する大阪変電所へと至る、送電電圧154キロボルトの長距離、高圧送電線建設に着手した。ところが、翌1920年、 戦後強行の発生により工事は中断。1921年2月、日本水力と前日の基礎電気工業を、大阪送電が合併し、大道電力が成立すると、大道電力では、基礎川開発が進行しつつあったことから旧、大阪送電の計画である基礎川から大阪へと、至る大阪送電線の建設を優先し、旧日本水力の北陸送電線計画を、 後回しとしたため、日本水力が発注していた鉄塔や外資といった建設資材は大阪送電線に転用された。大道電力は、木曽川の他昭川水系でも発電計画を立てたが、昭川は水量豊富な河川であり、地質や沿岸人口が希薄といった条件がダム建設に適することから、大道電力以外にも水力開発を計画する事業者があり、すでに 朝野総一郎によって、小川水力電機が設立されていたほか、久原工業も発電事業を計画していた。このうち、大道電力と久原工業の二社は、共同開発とすれば、工事に都合が良いだけでなく開発計画の再編成や送電設備の合同など利益が大きいとして、1926年になって共同出資による、 資本金4000万円の新会社設立を決定した。この新会社が昭和電力である。新会社は昭和開発のほか大道電力からは、九流川水系における水力開発計画も引き継ぎ、さらに急に本水力が計画した北陸層電線建設も担うものとされた。1926年12月27日、昭和電力株式会社は、 創立総会を開催して発足した。昭和天皇が即位して、大正から昭和に改元したのは、会社設立2日前の12月25日のことである。社名は当初、本州電力を予定していたが、創立総会で昭和電力に改称された。本社は、東京市麹島地区永楽町一丁目一番地に設置。大道電力から代表取締役社長に、 マスダジロー、専務取締役に、近藤茂取締役に、村瀬松一、藤並おさむらがそれぞれ就任し、大道電力社長の福沢桃介と、久原工業社長の久原ふさの介が相談役となった。資本金は4000万円で、約3分の2を、大道電力側、残りを久原工業側が出資していたが、1928年1月になって、 久原川の希望によりその持ち株のほぼ全部を大道電力の合計会社大道土地工業が譲り受けており、共同出資ではなくなっている。戦前のソヤマ発電所、昭和電力がまず建設した発電所がソヤマ発電所である。所在地は富山県東都並郡平村祖山。会社設立後1927年4月に着工。 1930年12月に竣工した。出力は4万7 5 0 0ット1937年8月の変更後は5万4 0 0 0ット小川本流から取水する水力発電所である。小川に長さ1 3 2メートル高さ7 3 2メートルのダムを築き、ダム上流の右岸側から取水5メートル、5 2 0ル あまりの水路で下流へと導水し、最大66.85メートルの有効落差を得て発電する。ダムは、川が大きく曲折するため川幅が狭く岩盤が退治している地点を選んで建設された。発電所の主な設備としては、米国 IP モーリス製、フランシス水車3台、ゼネラルエレクトリック製交流発電機3台、芝浦製作所製変圧機がある。 なお、ソ山発電所は、大道電力が推理権を持ったまま開発し、昭和電力にその経営を委託するという形が取られていたが、1935年7月10日付で、昭和電力への名義変更が定心症より認可された。この結果、推理権を含めソ山発電所は、名実ともに昭和電力の所有となった。 ソヤマ発電所の着工と同じ1927年4月、昭和電力は北陸から関西地方へと至る長距離送電線、北陸送電管線の建設に着手した。富山県上新川郡大沢の村笹津の笹津変電所を起点とし、石川県、福井県、滋賀県琵琶湖西岸、京都府を経由して、大阪府中河内郡四季野村の八尾変電所へと至る。 渡る町3 0 9 7トル、送電電圧1 5 4キロボルトの送電線である。そやま発電所の完成に先立つ1929年6月、北陸送電幹線は、奇襲県の変電所と共に竣工し、直ちに、八尾変電所において、親会社大道電力への電力供給を開始した。当初供給した電力は、同じ大道電力系列の上岡水電が、 神通川水系に持つ発電所から発電所渡しにて購入した約3万キロワットで翌年に曽山発電所が完成すると同社の発生電力も合わせて輸送し供給するようになった。また1930年9月、八オ変電所の構内に大道電力の八オ変電所が設置され大阪第二送電線の終点として木曽川の 発電所からの電力も扱う拠点となった。1933年7月、北陸送電幹線の途中、福井県吉田郡松岡町の松岡海兵所の構内に大道電力の松岡変電所が設置された。もともと福井県には旧日本水力が建設した大道電、このことから大道電力では松岡変電所を設置し、 北陸送電幹線の電力を送電することで、福井県内への供給力を増強した。小牧発電所、曽山発電所の竣工直前にあたる1930年11月、小川では、小川水力電機によって、小牧発電所というダム水路式の発電所が運転を開始していた。この小牧発電所は、曽山発電所より 13km ほど下流にあった。 小牧発電所に関連して、その建設中から流木葬儀が発生していた。1926年5月、昭川上流の岐阜県飛騨地方から川を使って木材を輸送していた流木業者の秘集木材が、富山県知事に対してダムの工事認可を取り消すよう請求する訴訟を起こしたのである。訴訟の中心人物は秘集木材専務の平野増吉で、 ダム建設は流木業者が古来からの観光によって有する流木権を侵害していると主張した。翌1927年、昭和電力は、ソヤマ発電所の建設認可を知事から得たが、これによって、昭和電力も葬儀の対象となり、同年5月、ソヤマ発電所の建設認可取り消し請求訴訟も起こされた。小牧、ソヤマ両発電所の運転開始後も、 流木葬儀は続き、さらに、上岡水田にも波及した。だが1933年8月、内務省の仲介によって平野が引退した上で、電力会社側が、非集木材の経営に参画するという妥協が成立し、昭和水力電気、昭和電力、上岡水田と非集木材の4社が、共同声明を発表、訴訟取り下げを含む、 一切の紛争停止を宣言して、昭和流木葬儀は終結した。上記の曽山発電所や北陸送電幹線の建設など第一期工事が終了した後、昭和電力では財界不況のため工事を中断していた。しかし1930年代後半になって景気が好転したことから、福井県を流れるくず流川水系の開発に着手した。 工事再開後最初の発電所が、東証原発電所である。所在地は、福井県大野郡五河村東証原。1936年10月に着工し、翌1937年12月に竣工した、九ず川支流の内並側から取水する、水路式発電所であり、出力は2610キロワット。その発生電力は、 大道電力最小原発電所において同社へと供給された。日立製作所製のフランシス水車及び交流発電機各1台を備える。東証原発電所に続いてく流り川水系では下田派発電所が建設された。所在地は福井県大野郡を加村下田派。1938年4月に着工し、翌1939年12月に竣工した。 なお、春工は工術のように、昭和電力が日本発送電に合併された後のことである。東証原発電所と同じく内並側から取水する水路式発電所であり、出力は4 5 0 0ット。日立製作所製のフランシス水車及び交流発電機各1台を備える。日中戦争開戦後の1938年4月、電力管理法ほか3法が交付され、 既存の電気事業者から電力施設の一部を出資させて、半官半民の国策会社日本初、送電株式会社を設立し、同社を通じて電気事業の国家管理を実現するという電力国家管理の実施が決定した。電力国家管理の実施に際し、既存事業者が日本初送電へと現物出資する電力設備の範囲は、 出力1万キロワット以上の火力発電設備、最大電圧100キロボルト以上の送電線と、その他の重要送電、変電設備と決定された。1938年8月、日本初送電株式会社法の規定に基づき、同社設立の際に出資すべき、電力設備の内容が広告され、昭和電力は以下の設備を出資するよう命ぜられた。 翌1939年4月1日、設備の現物出資が実施に移され、日本発送電は発足した。出資設備の価格は1586万6145円50銭とされ、このうち45円50銭は、金銭で支払われ、残りは、日本発送電の株式割当てで決済され、同社額面50円払い込み済み株式31万7322株が、 昭和電力に対して交付された。この割当て株数は現物出資を実施した33事業者のうち10番目に多い。また出資後は手元に残った水力発電所の発生電力全部を日本発送電へと供給するようになった。日本発送電発足に伴い経営陣にも動きがあり、同社初代総裁に転じた増田次郎が昭和電力では社長を辞任し、 代わりに副社長の村瀬松一が副社長のまま会社の代表となった。小原発電所と小原ダム製でダム親、会社大同電力は1938年11月末時点で昭和電力の株式を556,720株保有していたが、電力国家管理の実施に伴い存続が不可能となったとして、資産負債一切を 日本初送電へ移乗して1939年4月2日付で解散した。大道電力から昭和電力の株式も継承した日本初送電では、その後昭和電力株式の買収を進め、やがて総株数80万株のうち79万9120株を保有するに至った。このため昭和電力は日本初送電の純然たる 子会社である一方で同社の大株主でもあるという立場になった。こうした中で昭和電力は事業統制の検知と合理的経営を図る目的から日本発送電に合併されることとなり、1939年10月31日付で火力発電会社の中部共同火力発電とともに合併された。合併比率は6対5で、 日本発送電所有分以外の昭和電力株式880株に、対し日本発送電株式550株が割り当てられたが、合併とともに残存株式の無償提供を受けて、これを焼却しており、合併に伴う増資は行っていない。太平洋戦争後の1951年5月、電気事業再編成に伴って、日本発送電は解散した。この際、 昭和電力が建設した発電所の内屈流川水系の東照原、下内波両発電所は北陸電力へ継承され、昭和水系の曽山発電所は関西電力に継承された。昭和電力が建てていた開発計画のうち、いくつかは日本発送電や関西電力に引き継がれて実現した。曽山発電所を建設した昭和では、 同発電所建設後さらに上流部の開発を企画し、小原、聖伊ず椿原、飯島の4地点にて開発の準備を進め、このうち小川中流、富山県東都並郡上平村では、小原発電所を1939年5月に着工していた。同発電所は、日本発送電が工事を引き継いで1943年までに完成。 ついで上流側の制で発電所が着工され、関西電力に継承された後1951年に完成した。ありがとうございます。